皆様、こんにちは。多くの方にお集まりくださいただきありがとうございますえ。それでは時間になりましたので、2020年度第66回の手入れ2品記念講演会を開催したいと思います。私は今日の司会を応接かりました理化学研究所の初田哲夫と申します。どうぞよろしくお願いします。えっと 今年は西名義雄博士の生誕130周年ということで、明日が、えっと、西名先生の生誕の日ということですが、えっとえー、今回はコロナのこともあり、えっと、オンライン講演会ということで、えー、YouTube を通して、YouTube ライブで皆様方にあのお伝えするということになりました。 それでは、まず、あの、えっと、仁科財団理事長の、えっと、小林誠先生から。一言ご挨拶をいただきます。それでは、共有をよろしくお願いします。えっと、ビデオをオン。許可してください。はい。 本日は、西名記念講演会にご参加いただき、ありがとうございます。主催者を代表しまして、ご挨拶申し上げます。西名記念講演会は、日本の現代物理学の基礎を築かれた西名吉和博士の功績を記念して、西名記念財団の主催で毎年開催しているものであります。 本年は、先ほど、はつさんからありましたように、新型コロナウイルス感染対策として、そのようなオンラインによる開催といたしました。コミュニケーションに制約はあるかと思いますが、その一方で、どこからでもご参加いただけるというメリットもあるかと考えております。なお、例年通り、日本アイストップ協会より講演をいただいております。 本日は、橋本浩二さんと西森秀俊さんを講師にお迎えして、物理学とコンピューティングというテーマでお話を伺うことになっております。講師のご紹介等は、この後すぐ司会の初田さんからございますので、私からは少しだけ西田先生と西田記念財団についてお話をさせていただきます。 西安先生は、1890年に岡山県里藤町に生まれました。今年が生誕130周年ということであります。お誕生日が12月6日でありますので、明日でちょうど130年であります。もちろんこの講演会の日取りも、1日違いではありますが、これに合わせて設定したものであります。 さて、西野先生は帝国、東京帝国大学を卒業後、1921年にヨーロッパに渡られ、1923年からはコペンハーゲンのニルス・ボーアの下で研究されました。当時、ボーアの原子模型に基づいた研究が主に行われていましたが、1925年には 量子力学の成立に至ります西名先生は公う発展を目の当たりにされたわけであります。そして1928年に帰国される前後に有名なクライン・ニシナの公式を発表されます。帰国後、理,理,理科学研究所に西名研究室を開き、ここが日本における原子物理の中心地になったことは、 えー、よく知られたことかとか思いますえちなみに、あの、私の背景でありますが、背景の、えー、写真は、日本アイソトップ協会の建物でありますが、えー、西名先生が、えー、活躍されたこの利権の建物で今に残るものであります。 えー、西名記念財団は、えー、西名先生の功績を記念して1955年に設立されました、えー。西名記念講演会と並んで、えー、財団創設以来続く事業として、西名記念賞の授業がございます。えー、この場をお借りして、えー、本年度の西名記念賞の受賞者を、えー、ご紹介しておきたいと思います。 えー、今年度の西根検証はあ有機電導体における競争間量子液体の研究に対し鹿、えー、野田和司さん原子核乾板を用いたダブルストレンジネス原子核の研究に対し、えー、中澤和真さんのお二人に差し上げることになりました、えー、本年は例年のような授賞式は、えー、行わないことだし えー、昨日オンラインで症状の伝達とお祝いを申し上げる機会を持ちました、えー、私からのご挨拶はここまで、えー、といたしますこの後、えー、講演会をごゆっくりお楽しみいただきたいと思いますそれでは初音さんよろしくお願いしますはいどうもありがとうございましたそれでは、えっと、講演会の方に移りたいと思います、えー まずあの、えっと、私の方から、えっと、簡単に、えっと、講師のご紹介をさせていただくことになります。えっと、その前にあの西名先生はあの戦前は理研においてさまざまな新しい分野の開拓ということをされてこられて理論物理学、宇宙船物理学、それからサイクロトンの建設などに貢献され、えー、理研の第4代の所長、それから科学研究所の所長ということで あの運営にもご活,躍ご活躍されましたで今回はあのそのような西野先生が新しい分野を開拓していくというところにつながるという意味で物理学における新しい潮流ということで物理学とコンピューティングというあの題目で、えー、お二人の方にお話を伺うことになります。えー、っと一つは えっと、深層学習、それからもう一つは量子アニーリングという分野に焦点を当てて、それぞれ、えっと、橋本さん、それから西村井さんにお話をいただきます。えっと、それで、えっと、質問などは、ちょっとあの通常とは違いますので、あの、YouTube ライブですので、直接お声を上げていただくわけにいけませんので、えっと、チャット欄に、えっと、講演の途中でも構いませんので、あの、えー、書き込んでいただいて、それで、えー それをあの講演後に拾い上げて、えー、ご質問に答えていくという、そういう形を取らせていただきたいと思います。えっと、それでは、えっと、まず、橋本浩二さんから、共有をじゃあ、まずはしていただけますでしょうか、あの経歴のご紹介をあのその間にさせていただきますので。 はい、えーと橋本えー、まず最初の,あの講演者は、えー、と橋本浩二さん、大阪大学、えー、教授です。それで、えー、と橋本さんは、えーと 2000, えー、2000年の3月に、えー、京都大学で理学博士、えー、の、えー、と学位を取得されましてそれで、えー、2000年の、えー、4月以降、えー、京都大学の基礎水理学研究所 それからカリフォルニア大学のサンタバーバロ校の理論物理学研究所などの研究員へ経て2001年から東京大学のソリューション研究室駒場のソリューション研究室で上京それから2007年からは理化学研究所の研究員専任研究員そして2010年からは準主任研究員で理研におられそれから えー、2012年の10月から大阪大学の教授として、えー、移られておられます。で、えー、と橋本さんは、えー、とご専門は超弦理論それから最近では深層学習と物理学ということでさまざま新しい分野の開拓をされております。それからそれと同時にさまざまなアウトリーチ活動、えー、文章とか、えー、演劇とかそれからえーえー え本を書かれたり、さまざまなあの活動もされておられます。それではあの橋本先生よろしくお願いします。あ、こんにちは。聞こえておりますでしょうか。はい、聞こえています。ありがとうございます。えっ、ー、と私の顔は見えてますでしょうか。えっとすいませんです。はい、今これであありがとうございます。 はい、あ今あの、ご紹介に預かりました大阪大学の橋本です。よろししくお願いしますえ、今日皆さんのお時間、1時間ぐらいいただきまして、えー、っと私の研究とそれにまつわるさまざ、あ、まな細菌の発展についてあのお話しさせていただきたいと思います。このタイトルは、深層学習と物理学ということでえあの、ここにあります写真は、ですねあのもちろん左側に見えますのは、あのえー、っと先ほど、私を紹介してくださったはず田さんで。 ですでなぜこの写真をということなんですけどもこれは実はあの西野義雄先生の,あのお部屋なんですねで駒込、えー、にあの西野記念財団がございましてでそこの,あの、えー、と当時の利権の建物2階にこの西野義雄先生の、えー、とお部屋が、まあ、当時そのままにあの保存されておりまして。 でそこにあの初田さんと一緒にあの、えーと、YouTube の撮影のためにですね、あの訪ねて、でそこで仁科先生の机に座らせてもらったりとかですね、あのこの後ろに黒板がありますけども、えー、これは仁科先生の黒板で,で、特にですね、よく見ますとあの、この辺りに水虫とか書いてあってですね、でこれ面白いですね、そのもちろん仁科先生は原子核物理学の階層であるわけですけども、 あのその先生が水虫いいでこれはあの理研のやはりあの研究の素晴らしさの一端を物語っていると僕は思っておりましてあの特にあのここで、えっと、初田先生があのパソコンの画面をこう私に見せてですね仁科先生のこととか学力のこととか説明してくださっているんですけども素粒子物理の方、まあ、特に超弦理論が専門の私はあのここでよく分からんところには渋い顔をしておりますねこういう自由な雰囲気があの昔からあったと聞いています。 で私は2007年ぐらいから2015年ぐらいまでですね、えーと、理研の西名センターに所属させていただいておりまして、でそれ、まあ、そういうご縁であの、こういう部屋に入れていただけたりしました。で、あの理研はその自由な雰囲気で、私、そういうのっで,で、今ですねあの、こういう、今日タイトルにあります、深層学習と物理学というふうなあのタイトルの講演しますが、 これも真相学習っていうと最近、まあ、AI と言われて非常に発達しているまあ科学技術ですね。で、一方私のやってるような超限理論というのはあの特にその、えーまあ、画像認識であるとかそういうものの直接の恩恵を受けるようなそういうまあ学問ではないと。ちょっと離れた、科学でもまあ端と端に離れたところにあるというふうに考えられます。たえー、しかしですね、こういうものがつながってきうるという。 そういう発想をし得るというのが、この仁科先生の教えであり、今利権に受け継がれていることだと思います。あのこの場を借りまして、先ほどの,あの小林理事長、そして家先生や藤川先生、あのあの理事の方々ですね、でそして、えっと、運営諮問委員の,あの早野先生や蓮田先生、感謝させていただきます。機会をありがとうございます。 それでは早速この学学習と物理学という話に参ります、えー、あのこの研究がですねこの3年ぐらいにあの世界の各地で没行していましてでそれは非常に面白い形なんですね。あの機械学習、まあ、特にその中の真相学習はあのもちろん例えばじあの車の自動運転とかですねそういうのにもう実装されていてで非常にあのこの世の中を変えようとしています。 で一方で、まあ、そういうものはあの科学技術の、ね、発展ということなんですけれども、一旦技術が発展すると、それはあの基礎物理学の方にも大きな影響を与えまして、まあ、私のように実験をやってないあの、えー、と理論物理学で、しかも、まあ、宇宙のこととか重力のこととかいう非常に基礎の分野ですね、100年先に応用がされるかわからない、そういう分野、そういう分野の研究者にも大きな影響を与えています。 でそういうふうなあの、まあ、興奮みたいなものを今日はあのこれを聞いているあの特に学生の皆さんに大学生の皆さんに、えー、伝えられたらなと思ってあの引き受けしました。でどんなふうにあの研究者が興奮しているかというとですねこ、まあ、今年はあの残念ながらコロナのせいでズームのオンラインのミーティングが多いですが、まあ、世界各地でこの機械学習と物理学に関係するこうあの研究会ですね でそういうものが非常に多数行われてます。で、私が関与したものだけでも非常に多くてですね、でそれはあのこの3年ぐらい、3年間ぐらいで勃興したものです。で例えば、のこの、まずその研究の状況をね、あのお伝えできたらなと思うんですけども、この Deep Learning ックス Physics2020 というオンラインセミナーシリーズ、これはコロナが始まってしまってから、4月にですね、あのこういう研究の機会をオンラインの元とっていう、 有志の富谷さん、理研 BNL、そして永井祐樹さん、原子力機構、で田中明憲さん、理研アイセムス、理研アイセムスのセンター長は初田先生ですけども、でこの3人の若い人が集まって、こういうのやったらどうかっていうことでも私も入れさせていただいて、これを始めました。で、初めはあの我々4人だけだったんですけども、今はもう800人に膨れ上がっていてですね。 であのまあ、学習でやってるんですけどもあのいろんな物理と、まあ、機械学習の関係者に登壇してもらって今そこで何が起こってるのかで面白い発展がどんなふうに続いてるのかというのをあの分かりやすくその、まあ、全然違う分野の、ね、物理でも広いですからえそういう人たちに集まってもらっての議論するという場を、ねえー、設けております。 でこれは日本だけのことではなくて、え例えばあのアメリカでもです、ね、フィジックス密マシンラーニングっていうオンラインセミナーが、これも、えー、4月頃から5月ですかね、えー、今年の5月からスタート、ローンチして、であの登録者数はもう1000名を超えていてです、ねで、アメリカとまあヨーロッパの、えー、そのタイムゾーンでは、まあ、これが十分その研究の新しい領域として、 機能しつつあると聞いていてますあの深夜なので日本からも聞けるんですけどもちょっとあの夜中起きないと聞けないんですけどね。で物理学会でも同様でしてあの2000あ、今年のですね3月、えー、すいませんその前ですねその前の3月頃にえっ、ー、に開催しました、えー、だから去年の3月ですねに開催しましたシンポジウム「機械学習と物理」っていうこれ私が企画したシンポジウムでも非常に多くの物理学者の方があの押しかけて で楽しく議論しました。でその、えー、っとプログラムを見てみますと、こんなふうになってますね、えー。プログラム2番は物性物理のグランドチャレンジについて。でプログラム3番は中性姿勢の状態方程式。でプログラム4番は、えー、データ駆動手法の話。で物質の新物質の話ですね。で5番はモンテカールロの話で。6番は繰り込み群。7番は,あのこれは、えー、宇宙の話ですね。えー あとでちょっと出てきますけども。で、あの8番は、えー、量子力学の、まあ、基本的なやつを機械学習にどう使うかという話のように、まあ、このように物理の非常に広い分野にわたって、機械学習との関連というのを通じてこう、領域が形成されつつあるという、えー、そういう状況になっています。で、あの学会だけでなく、単発的な研究会も世界各地で行われてまして、これが去年の国際会議ですね。 で3年前の反対、えー、であった会議とか、まあ、この会議とかですね、えー。これはアメリカで行われたものですね。2017年ですから、だいぶ初期の頃ですね、えー。これはドイツで行われたものですね。でこれは中国で行われたものです。でこちらはイタリアですね。でこれもまた中国ですね。であのこれはあのマイクロソフトですね。 大学がこうやって主催したりしてあの研究領域を持つということだけではなくてあの機械学習ですからもちろんコンピューティングに関するものですからコンピューティングの大手の企業等がそれをこうサポートしてそして実際にそこで機械学習のツール等を開発されている研究者と物理学者が一緒にその新しい方向性を探るという研究会も行われたりしています。 でこれはバークレーのやつですねで。こんなふうに、まあ、こ,これはあのもう今年だからズームになりますけれども、こんなふうにです、ね、あの世界各地で機械学習と物理に関するものが、えー、非常に多くの研究会が、まあ、今年し3年前からですね、行われ始めているわけですね。で,ですので、まあ、こういう新しい分野ですから、もちろん教科書もあのないですしで、そういうところにあの、まあ、新しいものを求めてやってくる人というのは、特に若い人が多いです。 でですすから大きなチャンスがあるとということですねで私のようなちょっとまあ年いったような研究者でもあの若い人と一緒になってこの今の自分の領域にあるこう基礎的な問題がこの機械学習という新しいテクノロジーによって何かいい、ね、こうニュースがないかもしくはそれをまあ発展あわよく発展させることができないか、まあ、そんなふうなモチベーションに基づいて各界の研究者が集まっているという状況だと思います。 ですから、この講演をお聞きになって、もし興味を持たれた大学生の方は、ぜひですね、こういう分野もこれからぼっしつつあるんだということを知っておいた上であで参加していただければと思います。で、前置きが長くなりましたけれども、の今日私の話はこの2つに分けたいと思っております。 1> 第1章は「物理学から見る深層学習」というのはちょっと大きなタイトルなんですけどももちろんこれあの私深層学習全部分かってるわけじゃありませんでしてあの僕が分かってる限りの一番なんかその物理学者が見る偏見に満ちた機械学習ですねそれをきっとその物理学科の学生さんとかが見てる方が多いと思うのでそういう方々にちょっと共感を得られるかなと思ってあの非常に偏見に満ちた深層学習の デビューとかその物理学的な意味みたいなものをはじ、えー、めにちょっとお話し,します。で、第2部ではあの、深層学習による物理学ということで、えー、2つ例をあの取り上げてですねあの、詳しくご説明したいと思います。1つ目は、えー、物性物理学について。で、えー、2つ目は、あの超弦理論について。これ、私の専門ですので、私の研究内容についてちょっと宣伝させてください。で、あのこれ、この第2部も、もちろんその、 真相学習を物理学に応用したり、それを用いたりっていう研究は、まあ、最近非常にたくさん行われていまして、そのすべてを網羅するものでも何でもないです。僕の趣味とあの僕,の僕自身の研究を少し紹介するというぐらいのものですので、そういうものもあるんだとかいう感じで聞いていただけたらなと思っています。はい。それでは、あの第1部から参りましょう。 1>, えー、1ではニューラルネットワークと題して、まあ、ニューラルネットワークとは何かそして2として深層学習とは何かそしてまあ3としてあのその意味ですね物理学との関係どういうことが期待されるかというその一般論をお話ししたいと思います。でニューラルネットワークを全く知らない、えー、物理学科の大学生ぐらい向けにあのスライドを用意しています。 ニューラルネットワークっていうこ、えー、とばで、インターネットでこう検索してみますと、えー、こういう多数の画像が得られます。で、このそれぞれのこのネットワークがつながった、丸が線でつながったようなこの絵がニューラルネットワークでして、であのまあ、丸にもいろんな色があるし、一方、線のつながり方にもいろんなパターンがあります。で、これだけではなくて、このまあ図っていうのは動物園ですね。 それをこう見てみますと、こんなふうにたくさんの種類が認められます。で、これだけではもちろんないわけですね。これ以上にもうものすごいたくさんあります。これはニューラルネットワークを使う人、それぞれによって使うニューラルネットワーク違いますから、これだけで全部でもないし、まあ,あ、種類という意味ではこういうものがありますよ、程度のものですね。で、この絵が何を表すかっていうことなんですけども、 面白いことにですね、あのこういうグラフっていうのは別にニューダルネットワークのグラフだけではなくて、あの今、一般のグラフ理論、まあ、数学の方であるとか、もしくは私の研究だと、その時空自身がグラフであるっていうふうな、そういう観念を使いますので、でなので、の私の研究分野でも、これに似たような絵がいっぱい見つかるんですよね。で、あの絵が似てるっていうのは大変重要なことで、まあ、その背後の概念、人間がその概念のまとめ方が似てるということだから、きっと。 ですので、それらをまあつなげる方法がありうるわけですね。で後で述べる方法では、実際にこれをまああの原子の配列等とまあ見なすような考え方や、軸と見なすような考え方、それをあの紹介します。であの物理学への応用という意味では、例えば画像認識のようなことを物理学でもやりますから、機械学習をそのままその画像認識技術に投入するということはあのもちろん可能なんですね。でそういうあの発展の分野、たくさんあります。特に実験系の分野。 ただし、私が紹介できるのは私、理論の人間ですので、概念的な類似性ですね。えー、こううニューラルネット、もしくはまあグラフの概念と、それぞれの分野で培われたそのグラフの概念、まあ、これらがえまあ関係することで、その分野に何らかのまあ良いことがあるかもしれない。そういうことを中心に後でレビューしたいと思います。えー、では、ニューラルネットワークは何かということなんですが、 あのこれ、怒られるのを覚悟で言いますと、機械学習というのは、機械学習イコール関数で禁似するということなんですよね。で学習というのは、この関数をアップデートしていって、データにを再現するように近づけるということです。で学習って何って言い出すとする、またすごい長い話になると思うんですけども、もう今日はこれで割り切ってちょっとお話しさせてくださいね。で、物理学における関数というのは何かっていうと、例えばまあバーとかですね。 あとはまあ時間発展とか、まあ、いろんな関数がありますね。で、それをあの非常にざっくり言いますと、例えば入力あるベクトルがあって、まあ、ベクトルの成分が与えられたとして、それが F っていう関数で出力 F かこなんとか、まあ、これもベクトル値を取ったりしますけども、そういうものにこうマップされる、これが関数ですね。で、先ほど出てきたたくさんの絵は、これはニューラルネットワークと呼んでますけども、この関数の暗雑のことです。まあ、つまり関数というのは、 例えば多項式展開したら、その、えー、単項のその前の係数ですね。で、それがパラメータになってるわけです。というふうに、まあ、多項式展まあ、テーラー展開できますとか、ローラン展開できます。で、もしくは風鈴変換します。そういったときの関数の暗雑ですね。で、それをこのニューラルネットワークの絵が表していると思ってください。で、たくさん絵がありましたが、その2つ代表的なものを紹介します。左側は、あの、人間のニューロンに,ニューロンに寄せ似せたパーセプトロン模型。 と呼ばれるもので、右側はそのボルツマンマシン、ボルツマン機械と呼ばれるものです。で万能字定理というものが数学的に証明されていましてあ,のある形のニューラルネットワークを決めますとそのまあ層、まあ、この例えばパーセプトロンで右側にこう並ぶ列のことを層と呼びますがその層を多くしたりユニットユニットこの丸いのをユニットと呼びますがそれを多くするということで関数はたくさんのパラメータを獲得します。 それによってニューラルネットワークはあらゆる関数を禁じできるということが証明されているんですね。ですから、ある関数を表現したいなというときにいろんなその自分のバイアスがかかるわけですけども、その中でニューラルネットワーク型の関数を考えると。でこれは禁じの一つになっているわけです。で,では、パーセプトロン模型とボルツマンマシーンそれぞれをちょっと見ていきましょう。 パーセプトロン模型というのは分類を学習するようなものです。分類だけに使われるものではないですけども、この左側の絵を見てください。黄色い丸があります。そして緑の丸があって赤い丸がありますね。この丸印はユニットと呼ばれるもので、この丸一つにつき、ベクトルのある成分が入ります。例えばこれだったら二次元ベクトルが入力されます。左に黄色い,黄色いところはこ入力ベクトルで、それがこの緑のベクトルにマップされて、 そして赤い、赤いまあ、これ、ベクトルというか単成分ですけど、そこにマップされます。で、このマップの仕方はですね、どうなっているかというと、この線でつながってますね。これを重みっていうふうに呼びまして、ここは線形変換です。つまりこれだったら、2次元ベクトルに2行2列の行列をかける。で、そのかける行列の成分、これがパラメータになってまして、そのパラメータを変えることで関数が変わります。 で、活性化関数と呼ばれるものもあって、これはこの線の端っこにちょっと隠れてるんですけども、緑のところにこうマップされたら、そのマップされた成分ごとに、ある非線形変換をします。で、その非線形変換は例えばまあこういう形の関数、これ、非線形ですよね。で、それをこうあのするというのがこの部分です。で、さらに日本線が出てますので、1×2 の行列をかけると。 でそうすると最後の出力が得られます。まあ、ここに線形変換するかどうかというのはそれはあのアップとゥあなたということで。でこのようにあのニューラルネットワークが決めるある関数があります。これ、禁じですねで。学習の方法としては、ここに入力を入れたらどんな出力が出るかという、まあ、実験を元からしていたとして、ある入力値と出力値のセット、これを大量に用意します。この入力の時はこの出力。で その時にこの重み W というのを、つまりまあ行列の成分ですね、それを変化させていくと、うまく入力が与えられた出力に近くなるような関数をどんどん選んでいくことができる。でもうちょっと具体的に言うと、この誤差関数というものを定義します。これは先ほどの出力、まあ、W による出力ですねで。それと本当のこの出力値で。それとの差の絶対値。これを全部足したものです。データにおいて全部足したもの。で これがまあゼロになれば、すべての入力値について正しい出力値を出すようなマシンが得られたということになるわけです。でこのマシンを得る手続きのことを学習と呼んでいます。学習されたマシンは、えー、この入力を出力に正しく与えるばかりでなく、えー、この入力出力のセットとしてトレーニングで与えられていないデータについても、お、えー、およそ良い結果を出すというのが最近の真相学習の、えー、研究 まあ成果の、ね、恐ろしいところですねでもう一つのボルツマンマシンというのも紹介しましょう。これもほとんど同じなんですけども、えー、確率分布を学習するものです。でこのボルツマンというのから分かる通りですね、えー、ボルツマン分布からこれは来ていますで。そういうものに基づいたニューラルネットワークということですね。で、ユニットはやはりあの、まあ、入力値なんですけども、これはまあ例えばプラスマイナス1等の値を取るようなスピン値だとしましょう。で 歌詞ユニット、ビジブルユニットと呼ばれるものは、まあ、ここの黄色い部分で、緑のところは、これはスピン値を取るんですけども、えー、積分してしまいます。だから、ここからここにマップされるんじゃなくて、バーンと全部与えてですね、そのプラスマイナスについて全部足し上げる。関数を全部足し上げる。でそれをあの結果としますで。この線でつないでいるのは重みと呼ばれるもので、えー、物理的にはスピン、スピン結合。で、この W を変えていくことで、えー、この関数が変わってきます。 で、関数って言ってるのは何かって言いますと、この3つの黄色にプラスマイナス1を入れたときに、この全体の関数の値で、これが出力になってまして、だから出力ユニットがあるわけじゃなくて、この全体が出力になってます。それがこのエクスポーネンシャルの方にマイナスの E。E っていうのは、このスピンとスピンをまあそれぞれ代入して、この間の関、えー、と値、まあ、重みをかけたもので。こういうバイリニアのやつですね。でそれをエクスポーネンシャルとしたもの。 こういうものが、えー、あの出力になりますで。これは P って書いてることから分かるとおり、この黄色のところにどういうその値を入れればそのあ、まあ、そういう値になるということなんですけども、この意味は、黄色いものに、ね、その入れるその入力値が実現されるような確率というね、えー、そういう意味を表しています。だからこれは確率分布を禁じするような関数である。 学習の方法は同じで、入力値と出力値のセットを大量に用意します。この場合、出力値というのはあの、実験的に得られたそのデータが出てくるような確率ですね。で、この重み W を変更していくことで、この関数、ボルツマンマシンの関数を変更していきます。で実験で与えられるやつと、ボルツマンマシンとの確率が、まあ、確率分布が同じになるように、誤差関数を定義しておけば、その誤差を小さくしていくということで、学習が進むわけです。 ここで DKL って書いてるのは KL ールダイバージェンスって呼ばれる量で、まあ、簡単に言うと、ある確率部分と違う確率部分の間の違いみたいなものを測る定量的なものです。で物理ではこれは交差エントロピーと呼ばれてるものです。あ相対エントロピーと呼ばれてるものです。でこれがあのニューラルネットワークでして、ではその真相学習というのは何かっていうと、 深層学習は簡単で、先ほどのパーセプトロンというのを何層にも重ねたものを一般に深層学習、まあ、深層ニューラルネットワークと呼んでいます。深層学習というのは、その深層ニューラルネットワークでの学習のことです。何層にも重ねるというのは、このパーセプトロンの出力をまた入力にして、そしてまたパーセプトロンを行うと。というわけで、これ何重にもパーセプトロンがなっているわけですね。でここでパラメーターは、先ほど W と書いて、今 A と書いてますけども、 こういう重みと呼ばれるものや、それにプラス定数項、これはバイアスと呼ばれる量ですが、こういうものがパラメータになっていますで。この全部こう代入したものがあの全体の関数になっているわけですねたく。たくさんパラメータがあります。これはあの、えー、先ほどのようなパーセプトロンの絵で描きますと、まあ、それを重ねただけですけども、こんなふうになっているわけですねで。初期層がここにありまして、今の場合は4次元ベクトルですね。でそれにまず行列をかけて、 そして非線形変換をします。でそうすると第一層に到達します。でこれをこう何回も何回もやっていくと最終層に到達しますで。この真ん中の部分を隠れ層と呼んでいるわけですね。でこの層がすごく多い場合というのを、えー、多層のニューラルネットワークと呼んでいてで、そこではパラメータの数が非常に膨大になりますで。そのようなニューラルネットワークで学習をすることを深層学習というふうに呼ぶわけですね。 であのパラメーターとして、このえっと重みと呼ばれる線の部分ですね、でそれをこうチューンしていくわけですがで、この非線形関数の部分をもちろんチューンしてもいいんですけども、ここは一般には決まった関数を取ります。でどんな関数を取るかというと、まあ、下にちょっとあの僕の汚い絵がありますが、これは本当の,あの皆さんの脳の中の、例えばあの視覚を司るまある矢のところでですね、どんな風な神経細胞がつながっているかという。 実際にこ3層から5層ぐらいのこういう深層ニューラルネットワークになっているわけですね。で、そういうことからあの注目されて、この,あのニューラルネットワークが開発されたわけです。で、そのニューロンというのは、入力が行われるとですね、その入力から、さまざ、あ、まなニューロンからの入力があって、でその入力を全部足したところが、式位地を超えると、そのニューロンが発火してで、その発火したニューロンからは次のニューロンにこう電気信号が伝わるという仕組みになっています。 ですから、この線形変換、足し合わせて、そしてその後に非線形変換をするというのは、まさにそのニューロンの方法というのを模しているわけですね。で特にこの発火するときの関数、これを活性化関数と呼んでいますが、それを本当にニューロンのようにしてしまうということも可能です。で先ほど出てきましたこのシグモイド関数というのは、プロットするとこんな形になってまして、X が負のときは発火しない。 X が正のときは発火する。ということで、特にそのニューロンの発火を真似て考えられた、まあ、そういう関数になっているわけです。であの、これでやるのはもちろん自然で、まあ、頭の中ではおおよそこういう形になっていると思われるわけですけども、もちろん違うところはたくさんありますよ。あの1個のニューロンからはたくさんの軸索、まあ、とか出ないので,で、そういう違うところはあるわけですけども、おおよそまあこういう関数だというふうに考えることはできますよね。 現在対応される標準的な活性化関数はこの l ルって呼ばれるもので X が負のところではゼロ同じですが X が正のところではまあ線形の関数になっていますで。これはこういうまあ真相化するとあのその何回もパーセプトロンを経由しますのでそこで微で、ね、分等をしてそれで学習を進ませていくためにはあのその微分が消えてしまうとちょっと,あの、えっと勾配が消失するという問題がありまして。 でそういうものを回避するために、あの微分しても消えないようなこういう関数が使われたりします。でこの辺はあは技術ですよねで。今までこの2のところまで終わりまして、ニューラルネットワークの紹介と、まあ、学習とは何か、つまり関数で禁止していく、データが与えられて関数で禁止していきますよということをお話ししました。でこの真相のニューラルネットワークがうまくその学習されていく。 ということが最近判明、この10年ぐらいで判明して、それで今の爆発的な科学技術の進展につながっているというわけです。ですので、次にその3番の逆問題と物理の核心、これが物理に何の関係があるのかということをちょっと位置づけてみましょう。これはあの私の試験ですけども、次のような考え方ができると思います。 あの物理学の歴史をひもときますと、まあ、そこで問題が解決されたらもちろん確信があるというふうに考えられるわけですが、えー、そもそも問題にはまあ3種類あると考えられます。y=fx、まあ、これは例えば x がまあ y に時間発展したりとか、もしくは x でというシステムで y という物理量を計算したりとか、まあ、そういう入力と出力の関係にあるというのがまあ物理学の問題のおよそほとんど全てですけども、えー、この問題は、 3つの問題に分かります。でまず、順問題。順問題では、F と X がまあ分かっているときに Y を計算せよという問題ですね。で、これは解きやすいわけです。もちろんこれ難しいときありますけども、解きやすいわけです。で、一方で難しいと考えられている逆問題というのは、2種類あるわけですね。1つ目は初期値問題。F という関数は分かっていると。で、Y という出力が分かっているで。そしたら元の X は何だったんでしょうか これが逆問題の1つ目、初期値問題です。で初期値問題は、まあ、例えばあの時間を遡ったりするとか、もしくは境界値問題と同じですね。境界が分かるけども中が分からない。でそういうふうな、これはあのいろんな科学技術にも扱われているわけですねで。それを解く方法、つまり逆変換というのが存在する場合は解けるわけですね。で一番厄介なのはこの逆問題過去2というやつで、システムが分かっていない場合です。 つまり関数 F が分かってないということですね。で下にあの逆問題の一般的な性質を挙げてみました。で特にあの下の2つですね、物理定数を決定する問題であるとか、物理法則を同定する問題で。こういうのはあのシステムを決定する問題で、逆問題括弧2というのに当てはまります。真相学習の先ほどの話を少し思い出していただくと、 えー、実はこれはシステム決定問題をある意味解いていることになるわけですね。えつまり、X という入力と Y という出力、これをまあセットとして大量に与えられたときにえ、ここからここに行く関数を近似的に求めなさいという問題を設定したとします。でこれは先ほどの学習と同じですね。でここにそのまあ模式図を書きましたが、X と Y が与えられているというのは、このペケの点が与えられているのと同じです。 fx という関数を求めるというのはこの間にこういう線を引くことですね。つまり学習はこの f を求めるという、つまりシステムを決定するという能力があるわけですで。このようにシステムが非常にうまく決定された場合には、確かに物理学に革新が起こったということを僕らは知っているわけですね。あの高校で、まあ、もしくは大学で習いますが、えー、あのティコブラエの話、ケプラーの法則の発見の話ですけども、 でケプラの師匠だったティコ・ブライは非常に詳細な惑星の観測を行いました。ここで膨大な量のデータを、まあ、非常に正確なデータがまあ手に入ったというわけですで。その弟子のヨハネス・ケプラーはこれを再現せよ。どうやったらその法則を見つけられるか、これに苦心をしてえ、実際にその観測データからケプラの第一法則と呼ばれる、まあ、今呼ばれるものを発見したわけですね。はいで その法則がもちろんその後、まあニュートンの重力の法則そしてまあそこからアインシュタインの一般相対性理論というふうにう宇宙の法則の発見につながっていくわけですね。初めはそういうデータが出発点だったわけです。でここでシステム欠点問題を解いたのはもちろんケプラーでそれは偉いすごい偉いわけですけどもではその真相学習に始まるようなそういう機械学習がこれにまあ手助けを してくれるのかということが気になりますよね。で、えー、その答えは、まあ、イエスかノーか、まあ、今のところわからないわけですけども。こんなふうに模式図で少し議論することはできます。ここで青で示したのは、あの、科学の流れとして、まあ、これも僕の試験ですけども。こういう中、絵が絶対、まあ、こうだというわけではないんですけども。科学として、こんな流れがあるだろうと考えられます。 まず実験が行われて、そこからデータが手に入るわけですね。こ,こ,ですねでこのデータは非常に複雑で、しかも非常に多重度です。でその中で、これとこれのデータを取ってこようと。この種類のデータ。でそのデータを大量に集めたと。と一方で、人間の直感によって、ここであのモデルと書いたものを作りますで。このモデルというのは、例えば入力でがこれ、出力をこれと決定して、時間点決定して、その間の関数系はこういうプリンシプルによって、 得らられるからこの関数系に違いないで。ただちょっとパラメータが入っていると。でそういうものを持ってくるわけですね。でその関数系で,で、このデータをフィットします。でこのフィットのやり方というのは、もちろんいろいろあるわけですね。その誤差関数をどう定義するかにもよるわけですけど。でそこはまあ自分の,あのアーキテクチャの構築の仕方ですよね。でこのフィットがされると、関数の中で分からなかったパラメータがまあその数,値数値によってまあ決まりますね。具体的な関数が得られます。 で関数が与えられると、まあ、決まるとですね、そこに未知の入力を入れたときに、例えばその実験ができないような非常にあの厳しい値を入れたときに、そしたらこうなりますよという予言が出るわけですね。でその予言を実際にまあそれが正しいかっていうふうに実験でまた確かめで,で、それによってもこの関数が良かったかどうかっていうのが分かるということですね。まあ、ダメだったら、まあ、なぜそれがダメだったのか。よかったら、それは、まあ 適用範囲が非常に広がったということで、ユニバーサルな法則になるわけです。で先ほどの例を見てみますと、えっと、上側がもちろんケプラーで,で、下側の事件がディコ・ブラインですねで。これによってあの、第一法則が見つかったというふうな言い方ができるわけです。でそれではあの、この機械学習の,この中での位置づけというのを少し考えてみますと、 こんなふうになるんじゃないかと考えられますね。今までお話ししたのは、機械学習の中でも、教室機学習と呼ばれるもので、入力と出力のセットが決まっているもの、データとして与えられるもの、これを教室機学習、スーパーバイザー・ラーニングと言います。で、この場合に、機械学習は実際にシステムを決定してくれるわけですね、関数計。で、ただしですね、ここで注意しなきゃいけないのは、じゃあこの科学の流れを機械学習は全部やってくれるのか。 そうではないですね。先ほどのフィッティングというのは、機械深層学習がやってくれるフィッティングは非常に膨大な数のパラメータがあって、何でもその中に関数が入るという形になっているわけですね。だから、このモデルというレベルに達していないわけです。もちろん、ニューラルネットワークを非常に簡単なものにして、モデルの,そのパラメータの数をすごく少なくすれば、それはまあ通常モデルと呼ばれるようなものになります。しかし、一般の例えば画像認識等で使われる機械学習は、 何十,何十層にもわたっていて、しかもそのユニットの数も膨大ですね。まあ、1万とか100万とかなってるわけです。で,ですので、それはまあパラメータの数が非常に膨大なので、モデルを作ったというふうには言えないかもしれないですね。で次に、教師なし学習というのもあります。でこれはデータが与えられたときにその特徴を抜き出しなさいというふうな学習で、今日説明しませんけども、でこれはこの上の この流れでいうと、このデータの部分ですね、ここを整理する、自動分類するというところにまあ役に立つんじゃないかと思われますね。で他にもさまざまな学習があります。例えばあの、アルファ5等で使われるあの強化学習ですね。でこれはモデル、まあ、与えられたときに人間が解けない、まあ、ルールが発見できないというときに強化学習を行うと、その与えられたチョイスの中から、これが最適である、もしくはこういうアルゴリズムを組めばいいというのが学習されるということです。 でこれはまあモデルとしてこういうものを持ってくるというときに、それを持ってくる理由が人間がわからない場合に、教科学習を使える可能性がありますね。こんなふうに、学習があればこれ、科学が全部それ自動で進むというわけではなくて、それぞれの特徴に応じて、この一部として協力して使っていくというふうな感じになるんじゃないかなと、まあ、これは個人的には思っています。まあ、この分野はあの非常に発展的な分野なので、 僕がが言っていいいいることとを真に受けない方がいいと思いますであの考えていらっしゃる方は非常に多くて、さまざまな方がいろんな意見を持ってらっしゃると思います、はい。それではあと20分ぐらいになりましたので、あの第2部に入ります。真相学習による物理学ですね。であの初めに言いましたりあり、真相学習の大きな発展の一つはあの画像認識でした。これ自動運転もそうですし、 あと、例えば人間のがんを発見するとか、そういうふうな画像認識、そういう世界的なコンペティションもありますけどね。そんなふうな応用というのは非常に直接的ですね。物理でも画像を扱う分野はたくさんありまして、例えばこれはスバル望遠鏡の去年の成果ですけども、遠方にある超新星が大量に発見されたと。この背後で活躍しているのは、やはり画像認識技術ですね。 でこういうものが超用申請だよということを教えると、まあ、大量のデータから実際にその超新請の広報を探し出してくれるわけです。でこれによってもともと人間が目で見ていたそういう作業が完全にあのオートマタイズされたということになりますね。でもしくはあの、えー、これは東大の,の ICEP のホームページからちょっと借りてきましたけども あのソリューシー実験でも大量のデータがそこから出てくるわけですね。まあ、あの1秒間にすごい数の衝突、ソリューシーの衝突が起こって、そこからデータが大量に出てきます。でその中から、まあ、これは興味があるものだで、これはまあバックグラウンドだというのをこう認識するようなで、そういう部分で機械学習は非常によく使われておりまして、今もそれぞれのまあ大きなソリューシー実験では、機械学習の専門チームがいてですね。 そこでこういうものをさらに開発してカスタマイズしているというふうな状況です。で、こういう画像認識技術に機械学習を直接応用する、これは物理学への直接の,あの、まあ、貢献といいますか大きな助けになっているわけですけどもそれ以外にですね、今日お話し,したいのは特にその理論的な類似点とかもしくは理論的な発展においてこういう機械学習が何の役に立つのか。 とといいいうなお話をしたいと思いますで。ここで非常に個人的な観点から私の耳に入ってくるような私は研究基礎科学の研究の中でも量子重力理論とか非常に端っこにおりますので非常にバイアスがかかったリストなんですけどもこういうふうな研究があるという紹介をちょっとだけしますね。 例えば一番上のは、物性物理学ではもちろんあのハミルトニアンが与えられて、シュレーディガ方程式を解きなさいとで。規定状態の波動関数どうなっていますかこれが分かれば、層とか全部分かるわけですね。ですので、それは非常に重要な問題なんですが、そこに機械学習が使われます。これ後で紹介します。で次に、このニューラルネットワークの軸解釈っていうやつですけども、例えばニューラルネットワーク自身が原子の配列だと思ったら、それは ニューロンの集合と思っているものは原子の配列なんですねで。そんなふうな類似性からさまざまな研究が可能になりますで。3つ目のこの自己学習モンテカルロというのは面白くて、モンテカルロ法というのは、まあ、ある、まあ、決められたラグランジアンならそれがあってでその、それが決めるエクスポネンシャルマイナス S で決まるような、そういう確率分布に、まあ、システムは、物理系は従っている。まあこれがあの 経路積分による考え方ですね。で、その経路積分を実際に数値上でじ実装しようと思うと、そのような確率分布を持った範囲を大量に生成しないといけないんです。で、それをやる方法がモンテカルロですね。で、モンテカルロは、これは内部にやると、ものすごいす時間がかかって、正しい確率分布に収束するようなセットっていうのを生成するのにすごい時間がかかる。で、そこであの、えっと、有効ハミルトニアンっていうのを学習させて、 それによって、こう、肺をどんどん生成させるっていうね、効率よく生成させる。でそういう方法が近年非常に、まあ、あの開発が目覚ましいですで。4つ目の分子動力学法。これは MD と呼ばれていて、あの例えば、物質の全体のエラスティシティとか、そういうものを測る、まあ、数値実験するのに非常に重要な手法ですけども、ここで、その分子と分子、もしくは原子と原子の間の力等を、 こう,うまく調整して現実のものに合わせていくというのは、まあ、半ば職人芸になっているんですねで。そういうところを学習に置き換えるというふうな、まあ、あの研究が行われています。でこの相図の予想というのは、えー、例えばある物質である、まあ、温度、圧力ではこういう相図が得られたと。でもその実験してない部分の、実験してないあのそういう外的な。えー 圧力とか温度とかの領域で、じゃあどういう層が発現するのかっていうことをあの、まあ、予想させるとか、もしくは、まあ、イジング模型ならイジング模型でもあの、実際に想定因が起こってるかどうかっていうことをニューラルネットワークに判断させるっていうふうなあの手法も開発されつつあります。えー、ちょっと話してるときりがありませんので、まあ、い,いろんなですね、えー、今お伝えしたかったの,その物性物理とか宇宙物理とかそういうのに限らず、 さまざまな分野でさまざまなやり方で機械学習がこのように応用されています。でもし興味のある人は図書館でですね、この物理学者、機械学習を使うっていう本、これ、のたくさんの分野の研究者にどういうふうに使っているかっていうのを書いていただいた本なので、それを参考にしていただければと思います。で右側のはあの、理研アイセムスの田中さんとビー BN の富谷さんと一緒に書いた、まあ、教科書的な導入の本で、 機械学習物理の言葉で学びたいという人にはちょっと見ていただければいいかなと思いますね。で先ほどのこのトピックの上の2つ、これについてあの残りの15分ぐらいでお話ししたいと思います。まず1つ目の物性物理学と深層学習という単語ですね。 さっき言いましたように、例えばハミルトニアンが与えられて、量子多体系ですね。でそれで、そのハミルトニアンの下で、シュレディガンホティシーと解きなさいで。これは非常に難しい問題なんですね。一体問題ならもちろんできますよ、学部でやるのは。それが多体問題になっているわけですで。例えばスピンが n コアル自由,自由度の形を考えて、それでハミルトニアンによるまあ期待値、つまりエネルギーを最小するには、どんな波動関数を持ってくればいいか。 規定状態を求める問題ですねで今まで物理学者はさまざまな暗殺を使って2の関数である波動関数というのをまあ近似的に表してそのシステムの規定状態を得ようと努力してきました例えば行列積状態と呼ばれるものは隣り合ったスピンの間をつなぐようなそういう行列 A というものを持ってきてその A がこの S とかに依存すると考えてでそしてそのトレースを取るというのが波動関数そのものだというまあ暗殺を送るんですね でこれがうまくいくのはもちろんこの隣同士の原子だけがこう相互作用している場合で。それはこれうまくいくわけですけども、もっと長距離相関があるとこれうまくいかないわけですね。で、そういうふうな物質の場合は、例えば臨界現象とか、こういうテンソルネット状態というのが考案されました。これは非常に遠くのものもこう、えー、話し合えるような、そういうまあ暗雑ですね。 でこういう状況の中でニューラルネットワーク状態というのが登場しました。で先ほどのボルツマンマシンというのを思い出してみましょう。でそれはこうビジブルスピン、つまり黄色い丸のと、あ、緑だっけ、入力のスピンのところと、そして積分する、まあ、見えない部分、その部分をつないでやって、でこのつないだバイリニアの部分をエクスポネンシェとして、それをすべてのこのヒドゥンスピンについて足し上げることで,で、確率だというふうに考えるものです。 で波動関数はおおよそ確率ですよね。ですので、こいつをその波動関数の暗雑だと思うようなこととしてで、そしてこのパラメータをチューンしていくことでエネルギーをどんどん下げていくと。それをまあ学習と呼ぶというふうにすると、この、えー、深層学習のフレームワークを、機械学習のフレームワークを使って、えー、物性物理の問題を解けるわけですね。であの このボルツマンマシンを真相化したものとして真相ボルツマンマシンというものがあります。でこの真相ボルツマンマシンはこのヒドンレイヤー、隠れ層がずっとこうつながっているものですけども、こいつは物理的な解釈がありまして、実際にですね、この縦方向をゆっくりと化された時間の時間発展であるというふうに考えればですね、このボルツマンマシンが 実際にその規定状態を与えるという証明ができるんですね。で、その時に証明に使うここの部分っていうのは、本当のハミルトニアの中のバイリニアな相互作用の値、まあ、それを重みとして入れます。で、それはなぜかっていうとですね、あのこの1層1層にわたる時間発展をエクスポネンシャルの、えっと、マイナスデルタタウ H、これユークリリアンの時間発展ですけども、こういうふうに思いますと、 どういう状態、まあ、過去に何かの状態を導入して、それをずっと時間発展させてきたとします。えそしたら、こいつは必ず規定状態に行きますよね。えー、というわけだから、真相ボルズマンマシン状態というのは、確かにあの物理的にも規定状態を与えるはずのものなわけですね。ということをあの、えー、とカーリオと野村さん、今田さんが示されました。でもちろんその、えー、パーセプトロンのような形で、 ニューラルネットワーク状態を作ることもできます。まあ、この場合は、ここの出力の部分が、えっ、ー、と、波動関数の値っていうふうになるわけですね。で、こんなふうな関数の暗雑を導入して、実際に真相学習が勝る場合があります。で、その例はカーリオとトロイヤの2017年の論文で示されて、それでみんな驚いたんですね。で右側の,あの図にあります通り、隠れ層の数を増やしていきますと、 エネルギーがどんどん下がって、この点線で示された従来の、えー、EPS 状態とか、まあ、従来の暗殺で得られた最低エネルギーよりもさらにまあ低いエネルギーが実現されるということが発見されましたで。これに刺激されて、たくさんのシステムでこのニューラルネットワーク状態が試されています。でこのカーリオ・トロイアの論文は、えー、と引用件数がもう数百、千にし、えー、迫るような、えー、そういう画期的な論文になっていまして、 物性物理学の中で、まあ、こういう分野においては基本的な手法として認識されるようになっていると思います。でさまざまな状態が出てきましたが、まあ、それらの間の,、まあ、あのなぜそれがうまくいくのかっていうのを考える上で、先ほどの深層ボルツマンマシン以外にもです、ね、いろんなあの、えー、写像、つまりこの状態は写像すると点サ,テンサーネットワーク状態にまあ再解釈できるとか、えー、そんなふうなこともあの研究がされています。 では残り8分ぐらいで、深層学習による物理学の話を、であの量子重力理論の話をしましょう。でえー、っとあまり時間がありませんがあの、このモチベーションをちょっとお話ししておくと、えーあの、昨年の西名記念講演会で,です、ね、高柳先生と大栗先生が話された量子重力と、まあ、量子ビットの話ですね、えー。その話をご記憶の方も多いと思います。 でそこであの培われた面白い、まあ、この、まあ、10年ぐらいの知見というのはですね、時空自身をネットワークであると考えるという考え方です。でここにあの表しました絵は、ちょっと説明はしませんけども、こういう量子重力理論のコンテクストでよく描かれる絵です。特にあの右側の絵は、量子、コンピューターの量子コード、まあ、その次の西森先生のご講演でも出てくると思いますが、 そういうものとして、この時空というものが解釈できるというふうなお話なんですね。で、これについて大きなレビューはしません。あの、去年の、えっ、ー、と、西田記念講演会の YouTube ビデオが上がっていますので、高柳先生、小栗先生のビデオを見ていただければと思います。で、量子重力の歴史をちょっと振り返ってみますと、その高柳先生の竜高柳公式というのが出てくる前にですね、さまざ、あ、まな歴史がありました。 で注目したいのはこの1997年のことで、量子重力理論が定義されたということがまあ起こります。これは、ホログラフィー原理の発見、まあ、具体例の発見ということで、えー、と丸出せなという人がまあ発見したんですね。量子重力の問題というのは、量子と重力を合わせようとすると、発散の問題というのがあって、繰り込みができない、つまり計算がうまくいかないという、そういう長い問題があるんですね。 で一方、素粒子物理はあの、場の量子論、繰り込み可能な場の量子論という枠組み、数学的な枠組みがありまして、その中で計算する分には無限大出ないんですねで。重力理論をそこに入れようとすると、重力のラグランジアンが繰り込み可能ではないということで、で無限大の発散の困難が生じます。でそれを解決したいというのが、量子重力理論のまあ基本的なゴールですね。で、この丸ダスナの話というのは非常に面白くて、まあ、なぜかというと、 重力の理論は繰り込み可能でないんですけども、その重力の理論を定義する重力でないような場の量子論を持ってきて、でそれが実は重力現象を記述しているんだというまあ世界観なんですね。はい。で、そんなふうな形で、つまり、あの、繰り込み可能な場の量子論の枠組みに重力をこう押し込んでしまうと。で、問題をなかったものにしてしまう。っていうのが、このホログラフィー原理のまあ意義です。 で少し詳しくそのホログラフィー原理の話を、まあ、この最後のセクションでちょっとお話したいので、えー、しますと、えー、重力を持っている理論と重力がラグランジャーに入ってない理論でこれらがあの量子的に等価ですよというのがまあホログラフィー原理の言いたいことなんですねでこのイコールで書いてるのはまあ左側に量子力学これ重力が入ってない量子力学で右側には重力理論が書かれています でこれは住んでる時空の次元も違うんですね。ですから、ホログラフィーと呼ばれるんですけども。でこの統合というのは、まあ、下にちょっと性質を書きましたが、証明がまずされていなくてで、特に量子力学が与えられたときにどうやって重力の、まあ、メトリックとかを得るのか、これも分かってないですね。で一方、物流量の位置は多くの例で知られています。まあ、こういう状況ですねで。ちょっとこれ飛ばしまして。 そしてちょっとこの分配関数の位置の話も。でその物理が等しいというのはどういう意味かということなんですけども、実はこれはあの左と右であの量子力学でも重力理論でもです、ね、ラグランジが,が与えられればその分配関数というのを計算できます。でその分配関数が分かればそこから全部相関関数というのが計算できて、その相関関数がもしあの一致していればですね、 相関関数は物理量、例えば産卵振幅とかに直接効く量ですのでえ、物理が一致するというふうな言い方になるんですね。ラグランジアンは一致していなくても、そこから出てくる分配関数と相関関数が一致すれば、物理が一致するわけです。で、これがあのマルダスナのホログラフィー原理なんですね。重力を持ってない量子力学の分配関数と、重力を持っているそのアインシュタイン・ヒルベルト項が入っているそういうものの分配関数。これが一致するという。 でちょっと時間がないので飛ばしますで最後の6番に行きましょうあの、えー、田中さんと宮さんとそ杉下さんと一緒にした話を最後3分だけさせてくださいね、えー、上に書かれましたのが深層ニューーラルネットワークです例えば猫っていう情報を入れたら猫、まあ、と判断できるような値が出るという で下側がこのホログラフィー原理、非常によく書かれる絵です。この左側にはこう量子力学、物理系がありまして、それと等価なシステムというのが、一次元上がったところで重力時空として存在しています。で要はまあこちらの分配関数、つまり運動方程式の解を代入したような、そういう作用と、こちら側で計算される相関関数、これが一致するというような、そういうふうなものになります。でこの上のの上絵絵と下の絵が まあもし時空がネットワークで書かれてたとするとですね、すごい似てますよね。似てると僕は思ったんですね。でそれで、この似てるっていうのはどこまで似させられるのかっていうあの議論を共同研究者の方々としましてえ、確かに非常に近いところまで持っていけるっていうことが分かりました。で、しかもそれにいいことがあったんですね。量子重力のある問題を解決することができるんですね。で、この辞書はあの面白くて、例えばこの ホログラフィー原理における空間方向ですね。これは層の深さに対応していたりとか、重力場、つまりここの,、まああのメトリックが軸が曲がっていて、メトリックがノントリビアルな関数なんですね。でその関数というのはこちらで、まあ、学習されるべきネットワークの重みに対応づけることができます。で入力データや出力データというのは、特に入力データはここで入れるものですけども、こいつはホログラフィー原理では、 あの量子力学系のデータ、まあ、相関関数とかね、そういうものになります。であの、ニューラルネットワークの良いところは、このデータのセットを与えると、この中の重みが決定される、それが学習でしたね。で、あのホログラフィーにおいてはあの、この量子力学系を与えられたときに、ここのメトリックを決めるっていう方法はほとんどないんですね。これは逆問題だから、すごい難しいわけです。えですから、 こことこう、まあ、左と右をうまく、まあ、同じように見なせるのであれば重みを決定するっていうのをメトリックを決定するっていう問題だと思ってニューラルネットワークに溶かせることができるこれをやってみたんですねで具体的にはその試技のこともちょっとお見せしようと思ったんですけどもそれちょっと端折りまして、えー、重力の側の運動方程式をニューラルネットワークのこの層を伝播するそういう関数だと思い直すことができますで そう思い直して入力側として QCD、まあ、量子力学のデータを入れるとですね、こんなふうにニューラルネットワークが重みを学習します。でこの重みは、まあ、我々が解釈するところの時空のメトリックになってるんですねで。その得られたメトリックで、えっと、他の物理量を例えば計算してみようと。でそしたらそれが量子力学、つまり QCD とあったら面白いなということをまあ言ってたんですけども。 で学習で創発した時空は、全然そのアインシュタイン方程式の解とかじゃなくて、ですね、こんな変な丘とかがあるんですね。でこれはまずいなとか言っていたら、あのその前に人間が重んぱかった勝手な時空についての論文がありまして、でその著者が僕のところに来て、ですね、俺に何か似たのを書いたことあるでって言って言われてびっくりしたんですけど、つまり機械が発見した時空と、まあ、人間が重んぱかった時空と同じだったんですね。で、 この機械で創発した軸を使って、例えば空間ポテンシャルとか計算してやると、まあ、上がその機械で計算したやつで、で下がその、えっと、スーパーコンピューターを使って QCD のシミュレーションですねで。これが非常に似てるっていうのは、あの面白い結果だと思います。でこんなふうに逆問題を、うまくそのパラメータの数を減らしたニューラルネットワークを使えば、解くことができて、モデルを決定することができるというね、例を得ることができました。 で少しも時間超過しましたが、これであの話はおしまいです。えー、物理学から見る深層学習というところと、深、え、層、ー、学習による物理学というところをお話しました。あの例はあの、初めに言いましたように、非常にまあ僕から見たものなので偏ってますけども、あのこういうまあテクノロジーがです、ね、物理学のさまざまな分野に波及していて、でそこで小さいながらもいろんな逆問題をこうやって溶かしていくことで、 人間の研究をアシストしてくれているという現状をご報告した次第です。はい、それではここであの終わらせていただきたいと思います。いくつかの後、えー、じゃあ機械学習って何なのとかですね、えー、そういうふうな話のスライドを用意したんですが、ちょっと時間になりましたので、えー、ここで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました、橋本さん。 えとちょうど時間通りにあの終わっていただいたんですけども、えー、それではあの時間、えー、少しありますので、ぜひあのご質問を、えー、チャットに書き込んでいただけると、こちらで拾い上げて質問させていただきます。いかがでしょうか。少しお待ちしますね。 あのなかなか書き込みにくいかもしれない何で、<笑><笑>何でもあの聞いていただければ、じゃあ、多分書き込んでおられる最中かもしれないので、少し、えっと、私の方から質問させていただいて、かしいでしあ、はい、ケプラーとチコブラエでしたっけのお話をされて、はいえっと、大量のデータからまあ法則を見つけていく過程が一つの。 物理法則を発見する過程だというふうなお話をされたんですが一方でなんか少数のデータから、えっとまあ、何らかの原理を導入してえやっと物理法則が発見されてでそれが実はまあ正しかったというようなことも多分そういうパターンもあると思うんですけど、えっと、そ,のそれはあのやっぱりこういう深層学習とか機械学習とは入れないやり方なのかあるいは何か 和があああるるところもあるのかかたりはどううでしょうかそうですねそれはどうなんでしょうねあの私も聞きたいぐらいなんですけども例えばそのスパースモデリングっていうふうに言われてあの、えー、ブラックホールの,あの影を撮像できたっていう、まあ、最近の大ニュースがありましたけどもああいうのの裏にある画像の、まあ、生成技術っていうのはスパースモデリングって言われていてですねでそれはあのまあ 非常にそのデータがまあスパースな場合とか、まあ、もしくはあの重みとかがスパースな場合も考えられますけれども、そういうふうに使う機械学習の手法なんですね。で,ですので、あの今、はずだ先生がおっしゃったようなことと、あの機械学習は、あ,のあながち全然違うことをまあ目指しているというわけでもないんじゃないかなと思います。ただその とそうですね、ただ、エイヤというところもきっと人間はまた別のところで学習してるから、その知識を使うということなんですかね。なんかこう、そのプランクの公式の発見においても、まあ、こういうものとこういうものはつながるはずであるというところで、持ってきてエイヤとつなげてしまうというね。う、はいえー、そういうふうなところは、まあ、機械学習がどこまでアシストしてくれるかっていうことですね。 じゃあ質問が今チャットで一つ来ております。えー、と標準模型はパラメーターが数十個しかない究極のモデルだそうですが、まあそうですねえー、機械学習でそれを超える、あのまあ、その先に行くモデルを見つけることができますかというご質問ですうん。非常にいい質問ですね、えー。機械学習でその超えるモデルを見つけるというときには、 あの多分人間が見つけられない時に機械学習が見つけてくれるかっていうことだと思うんですけどもあの、まあ、人間のセンスっていうのは相当大量のデータをもちろんあのセンスすることはできると思うんですがあの多分ですねあの例えば機械あの標準模型を超える物理のラグランジアンっていうのはもう多分何千個っていうぐらい提案されてると思いますね。で一方でその それ試実験のデータっていうのもものすごい数ありまして、そのそれらをまあマッチングするっていうような可能性っていうのは、やっぱり機械の手助けはあ,のあり得ると思うんですよね。で、こういうものも、まあ、こういうものはどれぐらいの確からしさであの残っていくかみたいなことを、まあ、機械が、まあ、ある程度アシストしてくれるっていうことはあり得るかもしれない。でも、あの今んところはその模型を機械が提案するっていうふうな ではななないいいんじゃないかなと思いますけどねその模型を提案する背後にはやっぱりこの世にはフェルミオしかいないとかですねそういうあの物理的なこう考え方に基づいてやっぱりモデルが提案されますから標準模型の例えばあのディメンション5とかディメンション6のオペレーターってすごい数あるわけですけどもでそれは全部しらみつみし我々あのチェックしなきゃいけないかというとそうではないと思うんですよねその辺は機械のアシストと 人間の直感によるモデルの構築というのがうまくいったらなというふうに、まあ、個人的には期待しています、はいえっとえー、次の質問は、えっと、ニュートンは天井の物理と地上の物理、まあ、天体の問題とまあ現実に起こっている力学とかですかね、をつなげましたが、いくつかの物理をつなげることに機械学習が使えますか。多分えっとまあ例えば地上の物理で違う法則とか違うなんか現象。 それを機械学習を使ってその類似性から法則を見つけられるのかという質問だと思うんですがいかがでしょうかああなるほど面白いご質問ですねえーまあ、機械学習自身がそのつなこれとこれつながるんじゃないかということを示唆してくれるところまでいったらすごい面白いと思うんですけども、まあ、今はあ,のあんまりそういう例は聞かないですね、えー、ただしその一番冒頭で説明したように機械学習っていうその 考え方を通じてたくさんの分野の人間が集まってますのでそこでその機械学習をどう使ったり、まあ、その概念が自分の分野にどう似てるかっていうのを議論することでそれでいくつかの物理学がつながりつつあるという事実はありますね。それは分野を超えた共同研究者が例えばその自己学習モンテカルロのことをやったりとかですねだから機械学習を媒体としてそれを使うことでいくつかの物理学がつながっていくような。 そういうあの素地は今、たくさん芽生えてると思いますね。はいはい、じゃあ次の質問は、えっと、既存の加速器実験、ソリューシ物理学のご質問だと思うんですけど、既存の加速器実験データを利用して人間では感知できなかった未知の物理、標準模型を超えた物理の証拠を機械学習で見出すことはできると思いますが、現在ではエネルギースケールが高すぎて直接観測は無理だけども、すでにある実験データであの人間では、うん 見落としてたものということですかね、そういうものを感知することは可能かというご質問です、ねうん。それはまさにあの、するし実験の研究者の方々がやってらっしゃることだと思います。うん、で、今、どの程度、その機械学習がどの部分で活躍しているか、僕、詳しいことは知りませんけども、そういうあの研究者の方に聞いてみられたらいいと思うんですが、あの確かに、まあ、今日お見せした中でも、その超新星の発見とかですね、ああいうのも人間がやろうとすると、 見落としていたり、もしくは数が膨大すぎて、あの人手が足りない、まあ、そういうふうな、それとまあ専門性も十分必要ですよねで、そういうものを機械学習で代替してということは、もう十分今、行われていると思います次は、えー、と深層学習による物理学のところで具体的な例として、解の探索についての項目があったんですが、はい、探索問題ということに関して、機械学習は利用できますかというご質問です。 回の探索ここはちょっと飛ばしてしまって申し訳ないんですけども、えー、例えば両判定方程式とかですねそういう整数解とか整数係数を持つような、えー、そんなふうな、まあ、一般には解をどうやって見つけたらいいか分からないようなそういう問題でこういう問題があの超弦理論では、まあ、コンパクト化する時空の、まあ、選定とかですねそうフラックスとかそういうものはあの理算化されていてでそのために整数の答えを出しなさい新しい方程式はこれです。 というふうな問題があったりするんですけども、そういうまあ一般には探索が難しくて、まあ、解放が分かってないような場合。で、そういう風うな場合に、機械学習の教科学習を使ってですね、解が1個見つかったら、それから次の解をどういうふうにまあゲスするかっていう風な、そういうアルゴリズムを作るということが、よくまあ研究で現在もされています。で、面白いことに、教科学習であの得られたそのアルゴリズムっていうのは、人間が発見したものと似てるやつもあるんですよね。 例えば、超対称性を保つようにまずちょっと変形してみようとか、そういうふうな人間が発見してきたストラテジーは、機械が自動的にそれを発見し直してくれたりするんですよね。で、そういうところを見ると、これからアシストがすごい進むんじゃないかと思います、はい、なるほど。えっと、次のご質問は、えっと、私、これ、存じ上げてないのであの、そのまま読ませていただきますが、窓関数と活性化関数に関係があると思っているのですが。はい どうううででししょょか。窓関数ってなんねあの。私はちょっと知らないので、たぶんそういうご専門の方かもしれないんですが。はいあのーまあ、窓関数っていうのがちょっと、まあ、僕も専門が違うのでわからないんですけども、まあ、区形関数のことだとすると、えー、それには関係がありますね。その2の関数を禁似したいというときに、積分であるこう短冊に切りますけどその短冊の1個の,この長方形の部分、えー、そこだけノンゼロになるようなまあ関数を作ることができますね。うんで これが性化関数の意味ですで。そういうふうにして2の関数を禁似できるというようなまあ証明が構築される。はい、ちょっと違う意味だったら次の質問、2つあって、1つはあの機械学習を使った実験の結果をあの見せていただきましたけれども、それはどれくらい時間がかかるものなんですか、はい、計算時間という意味だと思いますが。はいはいえー、さっきお見せしたのは、学習にかかる時間としては、数十分ぐらいで。 スタートさせてビールを飲みながら待っているとできて,るているとういう感じですね。もちろん、うまくいく行動を作るとか、まあ、どういうアーキテクチャーにしなきゃいけないかということについては、もう何ヶ月も時間がかかるわけですけども、実際に学習うまくいった場合には、学習させるのはまあその程度、まあ、数千ぐらいのデータしかないんですけども、そういう感じです。はい、もう一つの質問はあの、物理学者から見て、または物理学から見て、機械学習分野でこんな技術があれば、もっと 助かかかるるなといううのは何かあるでしょうかそうですねあのそれを待たずとももう既にたくさん開発されているので、うん、もうこちらでそのどんなものを使いたいかっていうのよりもそれを学ぶのに精一杯なんですけどもあの例えば対称性とかそういうものにすごい興味があるので対称性をエクストラクトしたりとかもしくは対称性がの制約があるようなデータを使う場合にそれをどういうふうに機械学習に読ませればいいかとか。 えー、そういうまあ物理プロパーの性質ですねそ、そういうのにすごい興味がありますね。僕は量子重力の研究してるので、えー、スパースなネットワークでもそういう軸解釈ができるものが、まあ、どうやって学習が反化するのかとか、すごい興味があるんですけども、ちょっとマニアックな質問なので、えー、あんまりね、その皆さんに聞いていただけないかなと思いますけど、はい、すいません。 じゃあ時間がほぼ来ているののでで最後の質問ですあの大学3年生の方ですがあの今日まあ機械学習と物理学という感じで割と多岐にわたる分野の話をされたんですけどもそういう人材がこれから求められるとするとあの異なる分野の学問の勉強する上で学部生のうちに心がけておいた方がいいことは何でしょうかす <laughs> すごいいい質問ですねあのえそういうあのすごあの高い 心がすを持った方は素晴らしいいと思いますあの僕が思うのはあの、えー、これとこれの勉強をし,ときゃしとかなきゃいけないっていうことよりはもうあの学部の頃はもう一つテーマを見つけてそれに機械学習と物理でも何でもいいんですけどもそれにあのすごいそこを突き進んでですねその実験数値実験結果を再現してみるとかそういうことをいくつかやってみることで自然とその周りの物理学の勉強とか 全部あの付随してくると思うんですよね、まあ、なのであのこの勉強異なる分野の勉強っていうよりは、まあ、そういうところはあの壁があって行きにくいなとか思うんじゃなくてもいきなり飛び込んでみて何でもいいからもう走らせて勉強してみるというのはあのおすすめです。僕も今あの、まあ、年がいもなくそういうことをやってますけども大変楽しいので是非、えー、飛び込んでてみてください。 じゃあもう一つきたので、じゃあこれ、本当に最後で面白い質問が一つきました。うんはい、機械学習のグラフの濃度や関数が、えっと、マリオシ論でいうところのキュービットとか、重ね合わせが可能なものになった場合に、機械学習に新たな可能性は生じるでしょうかという、そういう。あもちろん、はい、生じると思います。あの次の、えっと、西森先生のお話にもつながりますけどもあの、その濃度とかをキュービットだと考えると、 その重ね合わせとかですね、あの特に量子力学ではあの、例えばポテンシャルのキュービットで表されたような、そのネットワークが決める関数の、誤差関数のランドスケープにこういう山がある場合には、量子力学だとここからここまでトンネルリングしますよねで。そういうようなことで小さな障害を押しのけて、学習が加速されるっていう可能性とかで、非常に面白い可能性はたくさんあると思います。これは学習機械学習を のまあプロパーな問題をさらにまあよく解決してくれるとか、もしくはあのそういうものを通じてさらにあの基礎物理学の方にフィードバックをいただけるとか、そういう二重の意味でより新たな可能性があると思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょうど時間になりましたので、えー、それではあの改めて、えー、っと橋本さんどうもありがとうございました。素晴らしい話を。うん、ありがとうございました。それでは、あのー、 えっと、少しあの休憩を挟みたいと思いますので、えっと、皆さんの時計で、えー、4時5分間休憩を挟んで4時27分ぐらいから始めたいと思いますのであのそのあたりにあの再度、えっと、戻ってきていただければと思いますそれででは少し小休止です。